季節近づいてきてる。12月の街は賑やかにきらめく。プレゼント選び、手袋やマフラー、温かなアイテム、一番はあなた。嬉しい待ち合わせ、楽しいランチにディナー、可愛いクリスマスのパン、頬張りながら歩く。サンタクロース、トナカイ、雪だるまに星の形、イルミネーション、キラキラ。今日は暖かい気持ちで、一緒にココアでも飲もう。Thank you.
がとうございました。染みますね歌詞。クリスマス、ね、最後の曲のこのワイズオーバーの日本語歌詞、涼子さんの歌詞ですよね。そうなんです、そうなんです。素敵だわ。聞いても染みるんでしょうけど、このコロナ禍に聞くのがまたさらにね、グッとくる歌詞ですよね。ありがとうございます。新しい時が来るって思いたいですよね。ね、来年向けてっていう感じで、毎年ね1回歌ってるっていう曲なんですけど、年に1回しか来ないっていう感じでなのでね、12月に 2,3 回歌えるようになれたらいいんですけれども。あ、そういうことですね。そういうことですね、はいはい、でもなんか3月と6月と12月に歌おうとかそういうことだったら、まあそれはいいですよね。まあいいですかね。クリスマス年に2回欲しいですね。あ、うん、今年はどんな一年でしたか、涼子さんは。私は本当に今年いっぱいのことをさせていただけた年だったと思うんですね、うん、なんかなのですごい駆け抜けてこれて、うん、なんかそれがすごい幸せだったなと思って、そのアルバムも作れましたし、うん、まあ、頑張りましたよね涼子さんね。そうですね、夢を叶えようと、あのえいやーと踏み出した、はい、その結果が実った1年でしたね。そうですね、完成させていただけて、うん、で皆さんと有観客ライブをね先月、昼と夜でさせていただいて、はい、その夢を実現させる秘訣は何ですか。何ですか。なんかもうね、やるって決めたら絶対やるっていう。あ、今なんかちょっと力強いでも実際やってますもんね。なんか社長の朝の朝礼みたいなまあやるって決めたらやるみたいな。これはやる、分かってんだろうな、あ、先そうなんじゃんけんみたいな。ちょっと広島いじらないでもらえますか。故郷笑わないでもらえますか。やるって決めたら やるんだよ、不器用ですから。なんか力を感じました。それしかない。なるほど、やり終わってもぬけの殻になってもしてないですか。なんか今年はしてないですよ。その後もいろいろ作品展をさせていただいたりことをこう展開していけたというか、あの前に本を作った時はやっぱり抜け殻みたいなことだったんですよ。なるほど、水科目の症候群で夢を叶えてしまった瞬間に、そうですね、なんかあーってこうやって、あ、できたみたいな感じになっちゃうんですよね。だからそれに向かって邁進している自分にプライオリティが入っていたから、出来上がっちゃったらあれ、確かに作っ